私が半年間実写動画を撮らなかった理由をお話しします。皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日はタイトルにある通り、私が半年間実写動画を上げてなかった理由を皆さんにお伝えしたいと思います。最後に上げたのが10月の5日だったんですよ。で、かれこれもう半年間経ちまして、気になってた人もいると思うんですよ。でね、私自身これはみんなに伝えるべきなのか、それとも自分の中で留めておくべきなのか、かなり葛藤したんですけど、今回は皆さんにお伝えしようかと思います。実はですね、遡ること半年前になるんですが、私が仕事から帰ってきた時に機材など置いてある部屋でガタガタガタって音がしたんですね。で、なんだろうと思って見に行ったら、本来はねドアを閉めてるんですけど、なんか開いちゃってたみたいで、ちょっと姫ちゃんが暴れておりまして、とりあえず出してで閉めて大丈夫かなと思って見たんですけど、まあ特に問題はなく、まあその時は良かったんですけど、後日実写動画を撮影しまして、いざ編集ソフトを見てみたら、なんと画面いっぱいになんか光みたいな白い線がバッってなってたんですよ。え、これ何って思ってカメラを見たら、なんとレンズに姫ちゃんの爪痕が。このレンズめちゃくちゃ高いんですよ。このレンズだけで10万円以上するんですよ。もうなけなしのお金をはたいて、私はこの撮影のカメラを購入しまして、そのレンズに爪痕がということで、使い物にならないレンズになってしまったんですよ。まあ一瞬姫ちゃんを恨んじゃったんですけど、まあどう考えてもね、ドアを開けっぱなしにしてた私が悪いので、なのでもう反省の意味を込めて、すぐ買わないで半年間誰にも言わずに、あの仕事をいただいてもすいませんって断って、自分にちょっと厳しく行っておりました。で、本日このカメラを解禁して、今こちら新レンズで撮っております。コメントなどでもね、たくさん心配して実写動画上げたいんですかというコメントをいただいた方、申し訳ありませんでした。今日からまた元気に撮っていきたいと思います。で、今日は半年ぶりにお仕事をいただきました。ということで、今日やっていくゲームはこちら、プルッボン、コードドラゴンブラッド。特に誰の真似もしてません。ということで、今日はねドラゴンブラッドっていうゲームをやっていくんですけど、なんかねめっちゃ綺麗って聞いたんですよ。めっちゃ綺麗何これ、めっちゃ綺麗やん。キャラメイクがめちゃくちゃ楽しいから、まずそれやってみてって言われたんで、やっていきたいと思います。まあ、キャラメイクって言ってもね、まあ、限りがありますよ。かっこいい。タンク、はいはい、シューター、アサシンで、メイジ。なるほどね、まず4人あるのね。視聴者の皆さんが絶対に好きそうな感じの女の子をちょっと作ってみたいと思います。タンクの女の子にしようかな。メイク、あ、これでも全然可愛い。これをどう、もっともっとなんかしろと。眉毛の色とか、まつげ、お目目の中も変えられますよ。あ、これ黒目がちな感じがいいと思う。ほら可愛い、パチパチしてる。飾り、あ、かわいい。これはちょっと考えとくわ、顔デコは。あー、色ね。私結構紫好きだけど、どう、やっぱ万人受けするのは何色。わかんない鼻、あー、こうやってやる系ね。これちょっと1日ぐらい欲しいわ。もう最終的にはこれランダムっていうのあるしね。これや、これに決まり、ななこ名前も決めた。こんにちは、ななこです。ここら辺の角度とかいいんじゃない。じゃあ、ななこのご意見お願いします。次はちょっと戦闘やっていきたいと思います。さっき作ったね、ななこじゃなくて、これはアスカです。これ私に似てるって私自身似せて作ったやつ。はい、すいません。何しよう、いっぱいあるの。期間限定とか PVP とか PVE とか GVG とかある。これやりますか。自由の日PVP 対戦。自由の日っていうのは20対20でやる PVP みたいで、まあ、ランダムで20対20に振り分けられるそうです。でね、ね、なんかね、この右上にあるこの塔、エッフェル塔みたいな、なんかね、塔を占領している時間が長い方が勝ち。やりながら説明しよう。じゃあ、私が埋もれた。カウント、あ、10秒前です。私は緑チームかな。自由の日が開催しました。皆さん頑張りましょう。レッツゴー。はい、ちょっとみんなにちょっと。早速、周りから攻めてこう。でね、この角っこに、
速く走れるバフとかがあるみたいで、そのバフも取っていきたいね。あ、ほらもうみんな、ほらここにいるチームが、同じチームがなんかもう占領してるよね。うん、バフのとこ行ってみるわ。私がいるところはこの黄色の三角かな。この三角が私はね。お、これで速くなる。足、おー、はい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 、ちょっと待って、早すぎて操作が追いつかない。敵がいる、怖い怖い。やー、敵来た。戦うか、戦うしかねえな。お、待って待って待って、ちょっと何してくれんじゃ。私ね、これ今あれなんですよ、あの、いやー、2対1は無理。なんか固まっちゃった。待って、一旦退避するわ。だって2対1はちょっと無理無理無理。追いかけてくる、なに、なんで追いかけてきた。ちょっと、ひー、動きが重くなってる。ちょっと待ってくれ、やめてくれ。浮遊状態にあるため移動しません。だってめっちゃ強いじゃん、めっちゃビリビリ攻撃受けてんじゃん。おいおい、うん、そっちの方が良かった。もう一回。でも私たちの塔はまだ2、あ、向こうも2しか占領できてない。真ん中の塔があれだ、まだ誰も占領してない。ちょっと真ん中行こう。私はね、このキャラクターサポートなんですよ。なのでみんなを助けつつ攻撃に参加したいと思います。バリバリバチバチやってる、バチンコ。とりあえず中に入ってみんなをサポートする。回復、みんな回復して。いった、自分のヒールヒールヒール、いった回復しよう。まずここなんだ、このバフ。無敵状態だって。おっしゃ、入れ、無敵状態だぞ。今しかない。あれ、かかってこい。あ、これもう、これいいんじゃない、この子いいんじゃない、やっつけちゃえば。どう、お、倒した、よし、ナイス。この塔だけは絶対に取りたいね。あ、でも真ん中今取れんじゃない、これダメ？あ、占領中。私今これ占領してる。私が占領してる。みんな頑張れ、戦えー、戦っちまえー。おっしゃー、取ったぞー。取りました。ほら、上のほら塔が今3、青が3で赤が2。これでまた真ん中の塔が占領されなければ私たちの勝ちですよ。あ、勝った、試合終了、私たちの勝利です。私が真ん中の塔を取ったんだよ。ねえみんな、私、続いてはですね、このね、世界マップっていうところでね、行けるんですよ、いろんなところに。バスケットボールとか UFO キャッチャーとか、温泉に行ったり、なんかレースのバトルしたり、ミニゲームっていうのかな。で、私はバスケをしに行きます。来た。お、ちょうどバスケットゴールのとこに今飛びました。あ、そう、こういうね、乗り物にも乗れるの。ヒューさあ来ました、私がやりたいバスケ。ボール探して、ボール。バスケットボールあった。ちょっ、よし。大丈夫かな、この置物みたいのでできるかしら。ここだともうスリーポイントのところ。スリーポイントはちょっとさすがに遠いんじゃない？もうちょっと前行っとくか。いや、もうむしろここら辺にするわ。私ね、小学生の頃ミニバスやってたんですよ。まあだから、結構得意よ。これで OK です。だからまあまあ、こういう感じよ。もう四角んとこ狙うとね。いい？ちょっと。だー、次遊園地でね、ジェットコースターが乗れるみたいなので、ジェットコースター行くか。あれ、イケポチャしてる。あれ泳ぎます。お、ジェットコースター来ました。切符売りの方いらっしゃいますね。じゃあお姉さんに切符を払って、いいんじゃない、これで本当に乗ってるみたい。おお、じゃあこれで、こうやって、お、え、今、外が綺麗、外の街並みが綺麗。今どこ、いつ落ちる。っていう感じで、いろんなコンテンツがあるんですよ。観覧車も乗れるし、メリーゴーランドとかもあるし、あとね、そう、今ね、レベルが50なんですけど、レベル40以上になると職業っていうのも選べて、料理作れたりスーパーアイドルになれたりするみたいので、これも気になる。私は料理を選んだんで、後で料理作っていきたいと思います。こんな感じで遊んでみました。 RPG ゲームで遊んだ感じがしなくて、なんかミニゲーム系でたくさん遊べたので、若干 RPG が
苦手な人でもこのアプリは楽しめるかもしれないです。バスケとか全然レベルとか必要ないし、 UFO キャッチャーもね面白いよ、すごい。でこのレベル40以上から解放される料理とかアイドルはね、またねアイドルの育成だけでもめっちゃね楽しめるそうなので、これも気になる人はぜひやってみてください。で、あと最後はちょっと告知なんですけど、4月9日から4月26日までね、公式ツイッターではじめ祭りっていうキャンペーン開催してるみたいなので参加してみてください。詳しくは概要欄に載せておきます。それでは今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それではまた明日、アスカでした。バイバーイ。